どんな理由があっても殺人はしてはいけないこと。我らが人生の教科書名探偵コナンでは主に殺人に焦点を当ててそれが描写されているぜ。確かに作中ではコナンが、麻薬と殺人はやっちゃならねえファール、と言っていたり、小五郎が、殺人者の気持ちなんてわかりたくもない、と言っている描写があったり、殺人に対しては特に厳しいわよね。しかしそれでも中には同情せざるを得ないほど悲しい動機を持つ犯人も存在するぜ。今回はそんな同情せざるを得ない動機を持つ悲しい犯人たちを紹介するぜ。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。名家連続変死事件。まずは単行本15、16巻、アニメ77、78話の、名家連続変死事件、から、日向美幸を紹介するぜ。ああ、これってあれよね。顔に包帯を巻いて口に包丁を加えた謎の男が登場するホラー界と話題のやつ。まあ、そういう覚え方になるよな。大手企業長門グループの会長に初恋の女性探しを依頼されたコナンたち一行。案内された屋敷には長門会長の秘書の他に家族やその婚約者などが同居していた。今回被害者となったのはそのうちの一人である長門光明。長門家の次女である安江の夫で、会長の誕生日パーティー中、刃物を持った何者かに襲われてベランダの柵に串刺しになっていたところを、コナンたちに発見されたんだ。そしてこれだけでは終わらず長門家の長男である秀臣も後に遺体で見つかってしまうんだぜ。結構えげつない凶悪事件ね。本当に犯人に同情しちゃう動機なんてあるの？まあよく聞け。まず犯人は長門家会長の秘書である日向美幸。彼女は安江の夫である光明が会長の座を狙っていることから会長を始末しようと彼に計画を持ちかけ、光明の計画に協力するふりをして彼をベランダから突き落として殺害したんだ。え？つまり共犯者を手にかけたってこと？そうだ。大前提として光明の後に遺体が見つかった秀臣は他殺ではなく自殺。光明はそれを知っていて秀臣に罪をすりつけるため秀臣の真似をして顔に包帯を巻き、会長を手にかけようとしていた。そこで実行に移す前に共犯者の美雪にベランダから突き落とされてしまうんだ。つまり光明の遺体発見前に起きた襲撃事件は彼の自作自演だったのね。どうして美雪さんは彼を殺したの？秀臣は20年前に起きた大火事の中から当時幼かった美雪を助けたことで、顔に大やけどを負っていた。美雪自身は秀臣によって救われたものの美雪の両親は炎に包まれて死んでしまったんだが、その火事を引き起こしたのが他でもない光明と秀臣だったんだ。なるほど、両親の仇討ちだったのね。光明たちに引き起こされた火事で両親を失い、自分にとっての仇であり恩人でもある秀臣は自殺してしまった。美雪は犯行が暴かれた後に自ら命を絶とうとしていて、この悲痛な姿には思わず涙が出てしまったという声はファンの間でも多いんだぜ。美雪にとって恩人であった秀臣にも先立たれてしまうのは辛いわね。霧天狗伝説殺人事件。次21巻収録、アニメ第52話の霧天狗伝説殺人事件から、執念を紹介するんだぜ。執念？これまた変わった名前ね。この時の舞台は山奥にある寺で重要人物たちは下の名前しか明かされなかったからな。手にかけたのはコナンたちが訪れた寺の主である天栄和尚。執念は寺の中にある主要の間から和尚を首吊りで吊り下げる形。つまり自殺に見せかける形で殺害したぜ。働いてる寺の上司を殺害したのね。それで肝心の動機は？実は天栄の寺では2年前にとある主要僧が死亡する事件が起きていた。死んだ主要僧の名は中年。今回天栄を殺害した犯人である執念の兄なんだぜ。は。ってことはその2年前に起きた中年さんが死んだ事件の犯人っていうのは、ああ、和尚である天栄なんだぜ。執念の兄である中年は、天栄の孫娘である菊野と恋仲に会って駆け落ちしようとしていた。しかし天栄は菊野が大きな寺の跡取りからの縁談を申し込まれていると聞いて、菊野を取られないために中年を殺害したんだ。天栄和尚、孫うことなきくず。執念は兄の死を不可解に思って2年前から天栄の寺に潜入し、そしてコナンたちが来た日の夜、天栄が中年を殺したこととその理由を聞き、衝動的に手にかけてしまったんだ。これはきついわね。当時死亡した中年の遺体は部屋の天井から首吊りの状態で見つかっていたが、これは執念が天栄を殺したトリックと全く同じで、執念は次のように話している。死体を前にした僕にはもう道は残されていなかった。2年前、お正月使ったトリックで犯行を隠す道しか、と、言っているんだ。同じ手法で犯行を隠すことになるなんて皮肉ね。これは確かに執念の気持ちを考えると辛いわ。月光そなた殺人事件。次にコナン界でも有名な事件。
七巻収録、1時間スペシャルの第11話放送ピアノソナタ月光殺人事件より、浅井誠二を紹介するぜ。来たー。誠二さん、ファンだけでなくコナン本人の記憶にも焼き付いている重要人物だけど、そう言われると犯行動機はあんまり覚えてないかも。お前それでもコナンファンか？ちゃんと説明してやるから、耳の穴かっぽじって聞いておくんだぜ。いちいち言い方が気に障るわね。ピアノソナタ殺人事件の被害者は、黒岩達治、川島秀夫、西本健の3人だ。誠二は有名ピアニスト麻生啓二の息子で彼は幼い頃に、殺害した3人と当時の村長である亀山に家族を自殺に見せかける形で皆殺しにされていた。なるほど、家族の仇討ちだったのね。しかも彼らが誠二の家族を手にかけた理由は麻薬取引の事実を隠蔽するため。どういうこと？誠二の父である啓二は世界的ピアニストで、黒岩、川島、西本、亀山の4人は、啓二の公園で秘密裏に麻薬を売りさばいていた。しかしある日啓二はもう麻薬取引には協力しないと言い出す。正しい判断ね。麻薬取引をしていた4人は麻生が口外することを恐れて、啓二の家に火をつけてその時自宅にいた彼の家族もろとも始末してしまうんだ。許せねえ。唯一その時家にいなかった誠二の身が生き残り、後々真実を知ることになったわけだ。三人というかなりの数を一度に手にかけた誠二だが本来は非常に優しく慈悲深い性格で、自分の家族を殺した一人である亀井が心臓麻痺で病死した際も、早々曲を弾いてやるほどだったんだ。コナンに犯行を暴かれた後は一人で公民館へ逃げ込み缶に火をつけ、ピアノと共に自殺を図る。助けに来たコナンの説得に対しても取り合わず結局彼はピアノと共に炎に包まれなくなってしまう。誠二は死に際、コナンへ感謝の印としてピアノを演奏する。内容は暗号化されており、解読された内容は、ありがとな、小さな探偵さん。聞いてるだけでも涙が出てくるわ。家族を全員殺されたという動機はもちろん死に際の言動の粋な計らいからも、彼に同情した人はかなり多いんじゃないかと思うぜ。100万ドルの道しるべ。注意。この先は100万ドルの道しるべの大きなネタバレが含まれます。最後に劇場版最新作から、ゲストキャラである福城良恵を紹介するんだぜ。良恵さん、今作は久々にかなり凝ったミステリーの内容になってて、結構難しい内容だったわよね。良恵は今作でキッドが狙った土方歳三の刀のうち2振りの持ち主で、同時進行で起きた殺人事件の犯人だ。予告で刀を持って大暴れしてた狐面に軍服の男が良恵さんだったのよね。本作では尾上慶三郎の遺産である、戦況を一変させるほどの何か、をめぐって、各勢力で対立が起きる。良恵は尾上一家の一員である尾上忠之の親友で、死んでしまった彼から、遺産が何かしらの兵器であることを事前に聞いていた。良恵は忠之のために宝が他人の手によって暴かれることを阻止するため、他人に宝の情報を売っていたとある弁護士一人の命まで奪ったんだ。兵器が他人の手に渡るのを防ぎたかったのね。しかし実際に蓋を開けてみると遺産として出てきたのは、戦時に使われていた暗号機と暗号解読機のみ。しかもそれは現在ではスマホ1台よりはるかに劣るものだったんだ。人一人犠牲にしたのにこれはかなりエグいわね。良恵は、こんなもののために我々は、と泣き崩れ。現場には、寝た子を起こすな、という意味深なメッセージだけが残されたんだぜ。それファンの間でも、様々な考察がされているわよね。お宝は価値のないものなので、探さずそっとしておけ、という考察が有力と言われているな。まとめ。今回は思わず同情しそうになる犯人たちを紹介したんだぜ。でも、どんな理由があっても殺人と戦争だけは許してはいけないわ。みんな、他にも何か気になることがあればコメント欄に書き込んでくれ。応援してくれるならチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。